どうも、翼です。国家公務員26歳1年目の給料対7年働いた保育士の苦しい給料について語ります。ただいまね、他にも救命最初集めたものを再生リストに並べてますので、動画の概要欄からよければおたどりくださいませ。では行きます。こちらが国家公務員26歳1年目の給料ですね。基本給が17万8600円。通勤手当かな、1万300円。じゃ、超過手当が1万300円、通勤手当は6300円、総支給額は20万5000円ですね。はい。で、健康保険が1万300円、厚生年金がな、1万4000円、所得税が6900円、組合費が6200円、排除金額は3万5000円、20万円から差し支給額17万295円ですね。はい、次が7年間働いた保育士の苦しい給料ですね。これはちょっと詳細は載ってませんが、現金支給額が11万1996円ですね。はい、国家公務員26歳1年目の給料17万円対、7年間働いた保育士の苦しい給料が11万1000円ですね。はい、終わります。